これからの竜兵会はどうなりますか？どうとかあるんですか？そうですね、もう竜兵会というのもそもそももうないので。あ、ないんですか？なんか別はい、になんもうか、あれ。西島さんと仲いい人がたまに集まって飲み会をするみたいな、そういう話じゃないですか？まあそういうことですけど、ただそのみんなその最初の竜兵会と呼ばれたメンバーがもうみんな集まらなくなっちゃったんで、上島さんが本当近くに住んでるあんまよくわからない後輩とかと3人ぐらいで飲んでるっていう話は聞くぐらいです。なんで竜兵会の人たちはみんなうまくいっちゃうんですか、仕事が。いや、そんなことないです。あ、だからたまたまそれこそだから有吉とか劇団とか実力ある人がいたっていうだけじゃ土ないで田すさか。んとかも別にいてうまくいってるじゃないですか。いやなんかうまくいきそうなやつしか竜兵会には入れないみたいな掟があったんですか？ー。いや、なんかやっぱ吉本さんと違って、うちの事務所なんてちっちゃいんで、なんだろう、いなくなっちゃうんですよ、みんな。ああ、で、残り続けたのは売れてる人しか残れないから、そう、それ結果がとし引っかかてるだけ売れてで、る人だけが残っちゃったと。そう、だと思いますけどね。あ、もうやめちゃうんだ、みんな。